久しぶりに見たでしょ、ミオのこと。公演もなかったし、今週リハ一段落しまったんですからって。段落はしないかも、本番まで段落はしないけど、まあでもやばすぎる期間は多分今週が一番やばいかったんかとかなと思う。覚える量とかは、あとはもう頭の整理をするっていう感じ。あ、元気です。なんか同期がいるからいっぱい笑ってるから健康ではある。やっぱ17時間円しか勝たないんですよ。でも本当にコンサートは来てほしいです毎回言う人コンサート来てほしいな。個人的には全日程全部おすすめなんだけど、まずは全部おすすめなんだけど、同期が言うにミオは3日目でしょって言ってる。同期は個人的には全日程同じくらいなんですけど、まあ1日目もまあ頑張った、ありがとう。なんかコンサート終わった気持ちになってきた。頑張った、ギフトもらったから。コンサートも終わった気持ちになってきた。そう、 K2 公演も全然なくて、なんか水野さんと卒業じゃないですか今月。なんか最後って思いながら出れる日が全然なくて、生誕が続いてて、もう次卒業公演ですね多分。ミオが出る公演も多分次が卒業公演か。公演が全然ないんですよ、知ってると思うけど。でもこんなにリハが早い理由は3日間あるからだと思う。ちょっと 3days なので結構あれかもね、覚える曲がめっちゃ多いなっていう印象です。新しいドラマ見つけてない、最近見れてなくて、見てなくて、また YouTube に戻っちゃったんだけど見たいんですよ。なんかおすすめも聞かないから、周りも見てないから、なんか見たいんだけど。ケリナの生誕泣いた、だってミオスピーチで好きな部分があって、そのサイリウム幕開いた時のサイリウム企画あるじゃないですか、あれお前でね、前のポジションで見たかったっていうところ、普通に泣きそうだった普通に泣きそうだった。腰痛ちゃんなんですよね、腰痛ちゃん。全部おすすめだにゃん。めっちゃ痩せたね、だって全然全く体重見てないけど、もうむしろ増えてるよね、知らんけど。なんか動いてる分食べてるから、しかも夜中に覚えることが多いから、夜ずっとお菓子食べながらやってるんですよ夛ずっとお菓子食べながらやってるから、むしろ逆なんですけど。まあ全日程行くのがおすすめだなっていう感じ。あの同期が言うには3日目って言ったけど、ミオがね、ミオがの話、 SK がじゃなくてミオだけで見た時。でも1日目もちょっと出る曲が
増えたり増えなかったり。まあ周年終わった後のショールーム楽しみですね。感想会するの。美しい稲妻が見たい。だってみおちゃん、みおは稲妻はね2回やったことあるんですけど、確かどっちもサマーツアーですね。去年のサマーツアーの仙台と大阪でやったんですけど、ポジションが違くて 2個やりました。その2回しかやったことないから、去年の夏しかやったこと、あ嘘ついた、去年の夏と SKE 電機の公演、その配信もない、本当20人ぐらいしか見てないレア稲妻はありました。しかもその稲妻初披露ね、初披露稲妻やってたわ。3回しかやったことない。3回やりました。でも大阪でやった稲妻はね、確かめちゃくちゃ前に行った気がする。あんま覚えてないんですけど、こう寝転ぶ振り付けやった気がする。あの君はだけサビ前のところで寝転ぶ練習をしてたら膝に青たんができた。でも全然14周年の時もリハめっちゃ長かった。毎日なんか本当に例え話なんですけど、牢屋に入れられたみたいな。もう14周年の時本当に毎日同じ景色で、あの広いところでリハしてたんですけど、なんかご飯が支給されて毎日昼と夜で、朝から夜までなんか本当になんか牢屋生活、ご飯がちゃんと出る牢屋生活みたいな日々だった。結構印象深いもん。よ、周年といえばそのリハーサル、14周年すごかったな。あの景色変わらないっていうのがちょっと牢屋っぽかった。毎日同じ景色見てたの、朝から夜まで毎日毎日。ねえ、カジケン食べたい。まだ食べれてない。おもりたい、この笑顔ありがとうございます。あの腰は腰痛ちゃんは筋肉痛ではないです。毎回なるやつ、コンサート期間に毎回なる腰痛ちゃんです。髪色変えてない、色落ち、オリーブ色落ちすると変わった色になるんですよ。このこういう色になるの、いつも。今日もパルム2つ食べた、帰ってきてからパルムタイムしてました。さっきまで、そうコンサート期間でもあんま痩せれなくて、本当に唯一毎年痩せれるのが夏のみ。そう毎日ねお弁当メール送ってるの、今日のお弁当って言って、そう本当に可愛いのが、お弁当食べるじゃないですか、食べる前に充電してるの携帯をね、違う場所で違う部屋で充電してて、それをわざわざ持ってきて
写真カシャって撮ってまた充電器の部屋に戻るの。でも写真撮るためだけにもうこっちに来て写真と受け取ってメールに送るよ。もう夜中にね覚えるのは効率の問題もあるけど、普通にそういうスケジュール、そういうスケジュールなので効率の問題だけではない。夜中に明日これやりますってメールが来てそっから覚えるからそうなっちゃう。全日って言ったらご褒美あるだって。何のご褒美だろう。でもご褒美あります。みよたんが3日間見れるっていう。優勝ありがとうございます。推ししか勝たん、ありがとうございます。そう、感想忘れないでね、みんなトーク会とかで聞かせてほしい、コンサートの感想。エスキー電機バリレアセトリだった。ラブクレさんのやつもやったし、初披露の曲いっぱいやりましたよ。オキドキはセンターだった気がする。絶対インスピレーションみたいだってね。え、一番好きダンスは難しいけど、あ、シングルの中だと。本当にリハをもう休みなく毎日してるとなんか閉じ込められてる気持ちになるので、なんかお弁当を支給されて、で時間決められててお弁当のってやってると本当になんか閉じ込められてる気持ち空が見えない。しかも中にずっといるから外が見えないんじゃないですか、空が。だからなんか本当になんか感激された気持ちになりますが、同期と笑ってる時は忘れます。そんなこと、で外見えないの結構でかくない？いや、エビマヨ美味しかったな。お弁当の中だと全部美味しかったんです。そう、いろんな種類のご飯出てて毎日楽しませてもらってますありがとうございます。一日店長イベントやってみたい。カジキンのめっちゃ楽しそうじゃない。でも働いた分の売り上げた分の給料とかも欲しいかもガチなイベント店長やりたい。え、宣材写真ツインテールにした方がいいと思ったくらいだって。いや、宣材写真でハイアレンジしたことないかも。てかそろそろ変えてもよくない？なんか2年に1回ぐらい変わるイメージなんだけど、もう2年ぐらい経つよね。
そう、でもお野菜は確かに少ないかも。なんかお肉とかいっぱい食べて。ハートもありがとうございます。今のところ忘れてないかも、お弁当メール続けてるって忘れた時ショックだな。あ、本当だね。周年の次の日トーク会じゃん。これ絶対来た方がよくない？普通に。もう終わりたてほやほやでお話できるってことでしょ。めっちゃいいじゃん。でも幕張だった気がするな。確か。恋落ちも見たいだって。ね、恋落ち好きな方多い。結構こういうち踊ってるのみたいですみたいな。でマジでさ、劇場でインスピレーション披露する機会めっちゃ少なくて、なんか新公演らへんかわかんないんだけど、なんか全然公演なくてインスピレーションあんまり披露してきてない。あ、うん、新公演らへんとかぶってたんだ。だからミアで数回しか披露できなくて、ミア出てなかったからさ、新公演の期間ちなみにご飯食べる時間1時間欲しいのに少なくて、あんまり食べれない。あ、そう、バイトしたいな。一日店長バイト でそう、ミオが加入してからは結構写真2年に1回ぐらい変わってるんですよ。そう、1年に1回じゃない。あ、そう、コロナ後から2年に1回になっちゃって、そう最近は早くプロフィールも変えたい。次の週ね、次の週がトーク会らしいです。でも去年の周年で全員でインスピレーションやってるんですよね。めっちゃ覚えてる。狭すぎて覚えてる。マジで狭くてマジで狭かったんですよ。今より人も多いですから。
でもリハ期間で一番好きなお弁当はヤミーです、やっぱり。でもヤミーを急いで食べてしまったことが後悔。みゆご飯ゆっくり食べたいのに、だから時間なくて味わって食べたかったのがちょっと悲しいですけど。え、次の壁紙変わるときは絶対公式プロフィール変える、さすがにね。好きな食べ物のパルムは入んないですよ。私はもうトロサーモンとチョコレートって書きます。今こう変わるとしても、ミオは変えるのは特技と趣味は変えたいです。そう、リハ期間は毎日急いでご飯食べてる。なんか全然みんな食べきれてるのに、なんかミオ食べきれなくて急いで食べてる。でもヤミーはみんな好き、うわーいみたいな、みんな喜んでて。血液型調べない、怖いから。特技変えるよ特技変えますよ。特技じゃないこと書いてるもん、特技に。そうで、お弁当の時間に絶対食べきれないの分かってるから、いつも好きなものから食べてる。リハ期間のお弁当、好きなものから食べるようにしてます。血かからないけど、ね、てかさ、めっちゃ困ってて今、なんか X もバグってるし LINE の通知が来ないんですよ。全くマネージャーさんの LINE とかも全然、容量が重いとか関係ある、お LINE 開かないから、その通知が来ないと気づけなくて、全く開けないから。ピエン、ココハちゃんがミオと相思相愛って言ってるけど、相思相愛だって。そうなんじゃない、わかんないけど、もう毎日おしゃべりしてる。今日は見送ってくれましたミオが帰るまで、帰るところまで母が見送ってくれました。アイドル鑑賞変えます、プロフィール。ドラマ鑑賞にしたいアイドル鑑賞してたんですよ、本当に。 SK 入るまではめっちゃ見てたんですけど、 SK 入ってから全く見なくなっちゃったので変えます。やばい、痩せましたってコメントいっぱい来るじゃん痩せてないのに、絶対ミオの気持ち的には全く痩せてないのに、そう見えるのかな。かめっちゃ顔が違うとか、あの疲れ疲れちゃうとか、もう毎日1時間睡眠で過ごしてた、ずっと今週で。昨日はリハ終わって寝ながら制服の目一回踊って、5時間ぐらい今日寝れたんですけど、めっちゃ久しぶりに、もう今週の月から金より寝た、昨日5時間ぐらい寝たんですけど、逆にさ、眠ってない時にさ一気に眠るとめっちゃ眠いの分かる？これ毎回なるんだけど、この現象。今日それで、それすぎて久しぶりに5時間ぐらい寝たから、眠たすぎて朝めっちゃ早く起きてたんだけど、ご飯食べ
た後10分ぐらい寝た。で髪の毛セットした後また10分ぐらい寝てみたいな、ずっとやっとった今日。なかなか落ち出れなくて眠たすぎて。そう、急に寝るとダメなんだよね人間。逆にね、逆に。まあなんか食事のお時間も急いでるあたりが牢屋っぽいんだよね。なんかご飯食べるのすらも急いでるっていうの。iPhone16 は買わない。てかあんまりね iPhone 変えたくない。その写真めんどくさいよね。写真をさ、フォルダ分けしてるの。このファンの方に使ったやつと使ってない未公開のやつと、それをさ、なくなっちゃうんだよね。その携帯変えると全部同じになっちゃうから、あんまり変えたくない。バブルは順調です、とっても。え、そう、めっちゃ容量いっぱいでね今フリー V とか保存したりするからさ。それでバグってるかも携帯。しっかりしてるよね。今日ちょうどその話してた。ここがしっかりしてるよねっていう話をしてた。なんかお見送りでさ、たまにもうバイバイもせず見もしないみたいな方もいるんですよ。そのミオに対してじゃなくて全員に対して、なんかもうめっちゃツンデレなのかなと思って。逆に目も見れないみたいな。だって公演は見るわけじゃん。だから公演でうちらが歌って踊ってる姿は見るのに、お見送り見ないっていうのは多分面と向かって目合わせれないぐらいツンデレなのかなとか思いながら今日バイバイしとった。しかも笑わないっていう、笑わないからすっごいツンデレとか、すっごい恥ずかしいのかなって。バブルもファンの人の名前入れれるのね。だって、何それ。私は一人一人バブル登録してくれてるバブルズに名前を一人一人送ったんだけど、もしかして気づいてなかった？名前入れれる機能あるんだとか思っちゃった？に一人一人言ってるんだけど。でもよ、 iOS みたいなやつもねアップデートできないぐらい容量ない。バイバイ。みんなに睡眠の話してたら心配させてしまったが、今からの朗報があります。明日お休みです何週間ぶりのお休みです。明日はで、みよたんの予定はですね、明日の眠るみよたんの明日の予定は眠るです。これでもうみんな安心。不思議だよね本当にね。なんか本番めちゃくちゃ楽しみなのに、コンサートのリハが続くとお休みが嬉しくて。お休み、人間なんですよやっぱり。踊るのも好きなのし本番も好きなのにお休みも好き何でも好き。やっぱりお休みはめちゃくちゃ爪爪の後か、たくさん寝れてなかった後とかのお休みはもう素晴らしいものですよね本当にね。
周年のリハがめっちゃ力入ってるというよりかは、覚えることが3日間あるからそれでリハが多いって感じです。どうやって起きてるの？だってみお目覚ましで起きれる人間なので目覚ましで起きてます。あ、今パチってなったよね画面。え、本当に容量じゃない？携帯がおかしいよね。ミカちゃんのリーちゃん呼び誰が言い出したかわからないって言ってた。だって私です私ですよ。唐揚げ、リーさんの唐揚げってあるじゃないですか。リーさんって呼び始めたんですよ。そこからですよ、リーちゃん呼びは。まずはリーさんです。大須にね、リーさんの唐揚げっていう唐揚げがあるの。あ、バブルズの表記はカタカナです。カタカナでバブルズです。あ、ちなみにバブルズっていうのはバブルを登録してくださってる方のことをバブルズって言ってます。バブル取ろうかな。だって、え、バブル取ってないとかある？超おすすめなのに。バブルはお誕生日メッセージも来ます。なんとバースデー。てかさ、9月誕生日のファンの方めっちゃ多い気がするんだけど。で、9月に生まれた人多い説ある。結構世間でも9月誕生日多くない？一人一人帰ってくれて嬉しい。だって、あ、全然ですよ。もう全然みんなのために使う時間なんて全然いつでもって感じです。初めてお名前書いてみた、送ってみた、バブルで8月くらいからやってるんですけど、バブル初めて名前呼んでみた。思い出したかのように名前呼べること思い出したかのように初めて打ってみた。メールでも全然ね、お名前呼ばないんだけどね、たまに呼びますよね。使わないアプリ消してるんよ、全部。使うアプリしか入れてないけど、写真の容量が半分以上取られてて、容量が足りないんです。でもリハお休みって言っても明日、まあ月曜日からまたリハーサルが毎日始まるので、まあ振り V 見たりとか、踊れないやつを踊ったりとかしないといけないですけど明日。まあでも目覚ましかけずに眠ってみようかなっていう楽しみ、明日の楽しみで。朝起きたらココハに頑張ってねって送らないといけないので、そういう約束を今日交わしてしまったので、それを送ります。明日は起きたら。しかも明日めっちゃ雨らしいね。なんか雨の日休みなの嬉しいな。雨の日に
ね、朝起きるのはね。そうだからアザラシになりきれはしないんだけど明日。でもこれは大きい出来事です。今この9月のミオの生き方ですごい大きな出来事、明日がお休みっていうのは。マジめっちゃ寝たいなと思ってる。絶対起きないでね。めっちゃおもろい。あまり推しに言わないことは絶対起きないでね起きてからメール送るので明日遅そう。わかんない、今日寝る時間にもよるけど。でもね、電気つけっぱで寝ちゃったりするんだよね最近。目つぶってたら朝だった。脱獄おめでとう、脱獄おめでとう。やばい、一旦脱獄、あの仮釈放です仮釈放、また月曜日からまた戻るんですけど、今仮釈放されてる。絶対アイドルのリハーサルからは聞かない日本語使ってる今。これって怒られるのかな、大人の人が見てた。名前テンプレだと思ってた。だって、え、そんないつの時代の話。今時はね、もう一人一人に送るっていうのがデフォですから。そう、リーちゃんは唐揚げから来てますリーさんの唐揚げ。だって去年はリコアワーもあったけど、リコアワーは出ない日は出なかったし、公演曲も多かったから、今年のが覚える量はめっちゃ多いかも去年より。そう、バブルズはカタカナ表記なので。確かにみんな困ってた、バブルズの表記の仕方、ひらがなだったり英語だったりカタカナです。みおちゃんのバブル取ってないの人生損してる。だってだって、みんな取ってない、ノットバブルズのみんな損してるらしいです人生。9月は系統的に多いだよね。マジで9月誕生日のファンの方めっちゃ多い。なんか毎日見る、誕生日メールありがとうみたいな毎日見るんだけど、毎日が誰かの誕生日。ほらほら、もうコメントの時点で9月めっちゃ多いじゃん、すごいね。コメント欄すらも9月多い突然名前来たからバグかと思った。だって名前送っただけでもバブじゃない、バグって思われるくらいレア。もうちょっと送るねもうちょっとみんなの名前呼ぼうかな、呼びたいんだけどね。メールも最後に名前呼んだのいつだろういつだろうね、1ヶ月前かな。そう、誕生日のメッセージもう一人ずつ送ってます。こう名簿見て、今日誕生日だ、送らなきゃで文章打って送ってます。たまに呼んでくれるからいいんですよね。だってやばい、あまあま甘々で来てる、みんな甘々。
たまにがドキッとしていいねだって。やばい、甘々すぎる。みんなが甘やさしすぎる。ファンの方に送った写真も残してます。消さずに、全部思い出だから残してる。自撮りとかも残してる。だから容量が多いのかもしれない。お弁当の写真も残してる。思い出だもん全部。昔の写真とかも全部置いてある。消さずに、思い出ちゃうんだから。あ、かわいいシルバーのクマちゃんがキュンってしてるやつ、ありがとうございます。恋人みたいだってね。なんかミオが知らない間に付き合ってたらしいです。今日なんかみんなに言いふらしてた。早起きの癖がついて早起きしちゃうと予想だって。私は早起きの癖がついて早起きすることはほぼないですので、多分予想していい。ここで何時に起きるか、リアルに12時半だと思う。妙、なんかこういう時にだいたい12時半に一回起きて、最初起きるのは14時半ぐらいだと思う。いつもそう、だいたい同じ。何時に起きるかな明日。あとバブルの一番好きなところは、ここが一番好きなところっていうのはちょっとおかしいんだけど、あの24時まで遅れるところが本当に大好き。メールもうちょっと早いんですよね。だからそれがめっちゃ好きです。みよ、なんか携帯を触る時間って練習とかしてたらやっぱ遅くなっちゃうから、24時まで遅れるのは本当にありがたいです。待って、明日マッサージ行きたいな。マッサージ行こうかな。やりじゃない。でも雨だったらやだな。待って、今いいコメント見つけちゃった。マッサージ行くのマジであり。ありすぎる。もったいないか。でも公園とかないのに行っちゃうの。バブル毎日送ってくれて本当素敵だって。嬉しい。素敵っていう言葉大好き。早く出所できるといいね。これダメ、これこのコメントダメかな。たとえ過激すぎた。仮釈放の話してたんだけど、もうちょっと、もうちょっとみんなが聞きやすい単語の方が良かったか。そうそう、ミオがめったに名前、お名前呼ばない理由はメールとかバブルで、やっぱ一人一人に打つのってやっぱ時間がかかるじゃないですか。だからお時間ある時にやりたいから少ないんですよね。あ、誕生日メールに返信しても届きますよ。ぜひ誕生日の一日とか送ってください。返信
毎日人間の誕生日だから、ね、生まれてない日とかないのかな。そう、今世の中でこの日誕生日ない日とかあるのかな。もめのハピパー文章毎年更新してます。でもなんかたまにねバグってる時期もあったんですけど、なんかバグってる時期は一生更新してた早く更新できないかなって。でも毎年やってます。やっぱ豆なので、豆な女の子なので知ってると思うけど、昔の画像見るの好きなのよ。普通におもろいじゃん。だから写真は残さずに置いてる。 I love you ありがとう。このシルバーのこのクマちゃんがここに I love you って出るやつだね。ありがとうね。マジで親知らずもの着たいんだけど、これお電話で予約したりしないといけないからね、休みって急にできるからなかなか行けないところである。いやマッサージ行きたくなってきた。でもお家出たくない、ずっとお家にいたい。携帯がない生活どれぐらいなら大丈夫？1時間なら大丈夫です。携帯がない生活。いやマッサージ行きたい。でマッサージが好きな理由は、そのマッサージ終わった後楽になるとかじゃなくて、マッサージ中のが好きで、そのために行ってる。効果ってよりもその後の効果感じるってよりかは、マッサージ中が好きすぎていつも行ってる。でもマッサージのためにお家出たくないよな。でもマッサージ行きたいな、めっちゃ。あ待って、いい情報聞いた。午後から雨やむの明日。やはり行くのあり。あでもめっちゃ寝ちゃいそう。寝るのもったいないって思っちゃうんだよね。あ、I love you ありがとう。シルバーの。そう、あのみんなに対してだけ豆。みんなに対してのみ豆です。他はそうでもない。どっか着るもの全く決めてないですが、衣装を借りたいなって思ってる日はツーショットのどちらかの日と、あとトーク会で一回着れたらなって思ってます。2回ぐらい衣装着たいなって思ってるけど、まだ何も。いやでもお家にいたすぎるな。家にいようかな。
めっちゃ可愛い、ありがとうございます。仕事はちゃんとする人、仕事は豆ってこと？違うよ。でもミオが豆な理由はみんなだから、みんなだから豆なんです。人で選ぶタイプ、人で選ぶタイプだった。みんなだから豆なの。素敵素敵。本当にミオは先のこと考えなさすぎてさ、今を楽しみたい人なの。だから結構リハとかでも空き時間がめっちゃあったりとか、他の人がやってる間がめっちゃ空き時間あったりするんだけど、ミオはその時間を楽しみたいタイプなのね。おしゃべりしたりとか、ミキと練習、ミキの練習を見たりとかしてるんですけど、リカはもうその間に明日の予習とかしちゃうの、その空き時間に。もう効率すぎない？もう効率の人すぎて、さすがに今年の週だし、なんかうちらはミオとかミキはまあ夜ご飯食べる、ミオはまあ夜ご飯食べる時間は夜ご飯食べる時間してて、その後練習しようっていう感じなんだけど、リカは食べながらもう練習してる、携帯見ながら。でみんなその時間を生きてるんですよ。お弁当はお弁当の時間を生きてて、リハの合間時間のはその合間時間を生きてる。すごいよね、こんなにも生き方が違うんだって思うくらい違う。でみよとリカは MBTI ほぼ全部反対らしい。もちろんすっぴんでマッサージ行きますよ、行くなら。もち、みは美容室と遊び以外はメイクしないので、お仕事を除いて。明日起きてからね、マッサージ行くか行かないか決めるのは遅いんだよね。その予約とかもあるからね。マッサージ師さん的にも早く予約してほしそうじゃん。本当にすごいよ。もうさすがにリカを見るとここまでなんか効率というか先未来のことを考えてる人いない。こんな明日のことを考えてる人いないっていうぐらいすごくて。でミオはもうリハを終えてご飯も食べて全て終わってから明日のものを手つけるんですけど、あの人はもうリハの空き間、隙間時間にもうやっちゃうからすごい。でミオは多分ずっとこうやって生きていくと思う。どんだけ眠れなくてもこの生き方をします。そうやって生きたいから、今を生きたい、生きたいすぎて。だからなんかめっちゃ追い込まれてる時とか、明日例えばこれ全部通しますとかいうなった時に、まあ、リカとかすぐ練習手につけるじゃないですか。でミキもまあご飯食べながら携帯で立ち位置見たりとか動画見たりとかしていけ、ミオだけご飯食べてるんだね。もうご飯だけに集中して食べてるから、なんでそんな余裕なんって言われるんですけど、違うんだよね。これ今を楽しんでるだけなので、お家帰ったらやるよっていう感じ。今を楽しみたいから、リハの合間時間とかも、あ、ミクルもね今楽しむタイプだから、ミクルとおしゃべりしたりとかしてる合間時間。
そう、そういうのもあって眠れない日々が続いたりしてますが、こうやって生きていくんだろうなと思います。自分は帰り道とかにさ、次の日のさ立ち位置とか動画をさ先に見て予習してたら楽じゃん。それ違うんだよね。帰り道は帰り道なの。帰り道は帰り道だから、まあ、SNS 見たりとかして、じゃあ今から練習しようっていうところからがミオの練習なので、それ以外に練習を持ち込まない。本当にリカとも反対すぎて、ミクルは似てるところも多いかも。性格というか似せないところもあるんですけど、毛布使うのだって。そう、毛布ずっと置いてあるの。クーラーつけて寝てるから集中できないとか。どうしてるの？集中できないときは、日常だった場合にお菓子食べます。で、コンサートというか、まあ、下までに覚えないといけない、絶対に。っていうときは、夜中だったときは、一回寝ます。10分ぐらい。そう、それからやってる。織姫と彦星みたいな。くまちゃんありがとうございます。3つも。そう、一回寝る。いつも夜中にやる場合は本当に眠すぎる瞬間ってあるじゃん。一回寝るよね。そう、でその効率で言えば、例えばレッスンが夕方に終わりましたってなって、明日またたくさん覚えないといけないみたいな、今日までにねっていう時も、ミオとミキは一回寝るのよ事務所で。レッスン終わったら一回寝転んで一回寝るんだけど、リカとかは寝る前に練習して、で早めに終わるじゃん、うちらより。でそっからお家で寝るって。だからまあ生きる賢さといえば理科の方が賢いんだけど、もう今のことしか考えてないから自分は。だからもう今眠たいから今寝るって感じ。なんかリハ終わりは、このコンサート期間レッスン場でリハしてた時とかはいつも寝てます。一回寝たら二度と起きれない。人が多いですよね。でも絶望だ。目開けて朝だったらどうしたらいいか。今のことしか考えてない。もう23時半だ。でも夜寝て、そう、覚えないといけない時に寝て朝だったことはない、一度も。仮眠を延長することはめっちゃあるんですけど、そのまま朝だったことはない。
今日メイクしてなかったらこのまま眠りたかった。お風呂入らずに一回眠りたかった。3時ぐらいまでけど、メイクしてる時は早くメイク落としたいから。めっちゃね、小刻みに起きれるんですよ。10分寝て起きて5分追加しようって言って5分後また起きて、いや5分追加しようとか全然いける。毎回ちゃんと起きて目覚ましセットできる。ドラマはご飯の時しか見ないから、今日は見ないから。本当にお風呂入りたくない、めんどくさい。メイクってマジで肌に悪すぎて、なんか SK 入ってからはあんまないけど、朝に入る時あるじゃないですか。例えば友達とお泊まりしましたとか遊びましたって、朝お風呂入る時のメイク落とす時、あのすごいなんかうわって思う。もう全然違うの。夜お風呂でメイク落とす時より朝落とす時の方がやばい。うちが最悪ですよあれ。本当に朝のあのメイクのあの感じ最悪ですよ。もうね、触っただけでわかる。なんか本当にメイクだけ落として寝た方がいいね、マジで。全然違うから、もう寝る前に落とさないとですよ。明日楽しみすぎるな、一日明日楽しみすぎる。何にもしないのに楽しみすぎる。でみはね、お風呂でメイク落とす派の人なので、メイクだけ落とすっていうことはないかも。メイクだけ落として寝ちゃうってことはない。お風呂でメイク落とすから、それならそのままお風呂入るっていう選択肢を選びます。めんどくさいけどね。休みの日の前日の夜めっちゃおもろいよね。なんかめっちゃ楽しい。何にも予定なくてもなんかルンルンって感じで、かけるながくれた。これとオロナミン C くれました。疲れてるのにありがとうございます。アルフォート久しぶりに食べたけどめっちゃ美味しいね。なんか美味しすぎてびっくりしちゃった。やさやさ、かきれなはなんか優しいというか、なんか人として優しいというか、なんかなんて言うんだろうね、なんかあんまりね言葉にできないあんまり言葉にできないですけど、
確かに、かけれなも言葉になってないからいいわなんかまっすぐって感じ、わからん、なんかあんまり今のミオの知ってる日本語で表せれる言葉はない。なんかみんなの生い立ち聞きたいわ、全員のメンバーのこれこうしててとか、生い立ち聞きたい。ミオタの生い立ちも話そうか。素敵な生誕祭でしたよ今日。ミオの生い立ち話すってなると、あの鉄板トークが、毎回おなじみの鉄板トークが何個か出てくるんですけど、大丈夫ですか？ほぼほぼ いつも同じ鉄板の話をするんですけど、写真付きで、みんなの知ってるあの目の開いてない写真付きで話すんですけど、もんじゃ食べたい、もんじゃ食べたすぎる、明太餅。もう最高だよ今、明太餅のブリともあれば明太餅のグラタンもあって、セブ入れ普通に最高だよ。ちなみにミオが毎朝食べてる梅のおにぎりはローソンのカリカリ梅のやつです。あれです、本当に明太餅好きすぎてさ、もんじゃも明太餅がいい、もんじゃもお好み焼きも餅入れた方がいいですよ。みんな酸っぱいかな、普通の味です。梅おにぎり本当に美味しい。なんか梅好きだったんですよ小学生の時。でも夜買って朝食べるの我慢できます。ご飯は、お菓子はダメ。お菓子は買えば買うほど、そのもう買った後すぐ食べちゃうんだけど、ご飯に関しては全然夜買って朝我慢できるし、あとご飯はいつもご飯少なめ食べてお菓子をたくさん食べる生活してるので、あんまりねご飯ってなることが少ないです。お菓子の方が好きだから、お菓子ってなる。そう、お菓子とかアイスは買えば買うほど食べちゃうから、ご飯はねよりね断然お菓子派です。8ぐらいでの割合でお菓子が好き。買うだけ食べちゃうからダメなんですけど、もうねたまに誓うの、こうスーパーとか行ってお菓子いっぱい買って、もう絶対に一気に食べないって思って、絶対に一気に食べないぞっていう約束を頭の中でしてお菓子いっぱい買うんだけど、結局食べちゃうっていう、毎回そう。小学生の時が一番梅干し好きだった。梅干しもめっちゃ食べてたし、梅のお菓子もめっちゃ食べてた。
最近グミ食べてる？今日は買ったグミはこれです。まだ全部食べてないけど、粒グミだっけ。粒グミばっかり食べてる。粒グミだっけ、粒グミってなんだっけ。グミはね、そればっかり食べてる。ミオがお菓子全部食べてないときは、まあ、その日には全部食べきるんですけど、時間がなかったとき、グミはね、公演前にちょっとだけ開けて食べました。何時だ、36分だ、44分になったら終わります。幸せ幸せなので。言いたいことありますか？このミオが配信しなかった1週間の間に言いたかったことありますか？目の中にたまに何か入ってる。なんかさつきちおもろくてさ、めっちゃツボ、めっちゃおもろい。あのなんかめっちゃずっと明るくておもろい。 I love you、 ありがとうございます。4っていう数字結構好きなんだよね。幸せの4だから。ココハさんとの供給が多くて嬉しいです。だって本当に仲良しなんだもん。本当にいつもバイバイしてからバイバイしたい。ね、4時の受付終わっちゃったね。ショールームで喋る前に終わっちゃった。でも気づいてた？みんな告白心拍数のさ、なんか1時から3時ってさ、あの時間の方じゃなくて1時販売から3時販売ってさ、毎日行われる作業じゃん、あれで。いつも毎日ツイートできてなかったんだけど、今回はなんと1時も2時も3時も毎朝ツイートするっていう。どうどうどう、朝から毎朝おはようしてたんだけど、実は月一と狼のプライドやってほしい。だってみよね、できないと思う。だって子供じゃん、可愛いからできないと。隣で今日リハーサル見てたんだけどさ、オオカミとプライド、なんか向き合うところがなんかあるじゃん、あれとか多分めっちゃ可愛いよね。おかげで忘れずに買えました、レティ。なんかこのツイートみんな見てくれてるかなとか思いながらいつもツイートしてたから良かったです。だってあやかぴょんさんめっちゃ可愛いんですもん、本当に。みおは赤さんじゃないので。大人なので。そう、赤さん扱いをされるんですけど、大人なんですよ。万華鏡なんてすごいからね、みんなの年齢。若々ちゃんばっかりなんですけど、大
人なんですよ。めっちゃだ、本当に年齢聞かれた時困るもん。なんか24の代ですって言うんですけど、いつもミオが24の代ですって言うまでのミオの頭の中は何歳って聞かれて、誰もみんな誰も24になんて見えないよなって思いながら、いつも今年24ですって言ってる。もう毎回ねそう思いながら年齢言ってます。美容室とかでも、また大学生に見られてるわとか思って、ミオが23って言ったらびっくりするんだろうなって思いながら、23ですって言って、見えないって言って、いつもはいいつもですと思いながら頭の中で、もう毎回過ぎて言いたくないよね。もうその知らない人に年齢言いたくない、めんどくさい、いつも同じ流れだし、喜んでいいのか悪いのかわからないから、いつも無な反応してる。びっくりされた後どういう反応したらいいかわかんなくて、いつも無の反応してる。めんどくさいんだよね年齢聞かれるので、ちょっとたまになんか若干若くしてみたくて、23とかって言うと、同い年ですとか美容室とかで帰ってきた時にバレるんですよ。何生まれですかみたいな、今年24ですって結局言い直さないといけないっていう現象が毎回起きるので、めんどくさいです年齢言うのは。22ぐらいまではめんどくさいって思わなかったんですけど、23ぐらいからめんどくさいですね年齢を言うの。だから22だね、23の時からめんどくさいっていうのは22歳の時からめんどくさいってことです。22歳の時毎回今年23ですって言ってたから、22ぐらいの時から年齢言うのはめんどくさい。もうみんな同じ反応するんだもんみんな同じ反応するから。タコシャンありがとうございます。で、上と下どっちに見られたいっていうあれもないかも。ずっと21ぐらいからそういうのない。大人に見られたいとか若く見られたいとか一切ないです。18ぐらいの時は若く見られたかったんですけど、うん、あと1分だ。優勝ありがとうございます。スクショタイムとかしとこう。可愛い時で言われて嬉しいのはどっちも嬉しいですけど、可愛いが嬉しいです。ミオが一番というか嬉しい言葉、可愛いとだパフォーマンス褒められた時ですあ、ミラーボールありがとうございます。ハートもありがとうございます。なんかあったら DM かなんかしてください。メールの返信かバブルで見てるので。まあ何もないと思うけど、かわいい、ありがとうございます。ありがとね、公演と配信と見てくれて。今日はねでも夜更かしエンジョイしないです、眠りたいすぐにでも眠りたい。
ということで、明日はお仕事の方は頑張ってください。お休みの方はいっぱい休んでください。バイバイ、ありがとうございました。今日はもうパルム2つ食べました。バイバーイ。